どうも、ピッピッピッピーでーす。新企画、島暮らし独身男性、モテ部屋への道、第1話です。はい、これどういう企画かと言いますと、まあ僕の部屋が今めちゃくちゃ汚いんですよ。今僕の部屋なんですけど、この汚い部屋を、まあ、綺麗にしたい。なんなら、なんか快適な空間にしたいなと思って、そのためにちょっと、この YouTube で、かっこいい部屋になっていく過程を見せていきたいなと思っています。で、第1話、お部屋をきれいにしようということで、今から掃除していきたいと思います。じゃあ、それでは、レディーゴー。じゃあ、皆さんに特別に今の部屋の現状を見せたいと思います。ずずずずず。はい、こんな感じですね。はい、物が散乱してるお部屋です。お部屋。汚い部屋。これを今日はまず綺麗にしようということです。で、僕、いろいろ調べたんですけど、モテ部屋へ近づくために。まず、ああいう生活感が良くないと。段ボールがあったり、あそこのカーテンレールに洗濯物が干してあったり、ああいうのはノットモテ部屋です。ああいうのをなくしていかないきゃいけない。なのでちょっとここら辺を今から全体的に綺麗に片付けて、まあ、第1話はこの段ボールをなくすってところから始めたいと思います。はい、掃除が終わりました。申し訳ないですね。このカレンダー、対馬の方が作ったカレンダーもね、飾らずに地面にありましたので、ちょっと飾りました。綺麗な写真、対馬の写真を飾って、モテ部屋に変わったんではないでしょうか。はい、それでは、掃除した結果こちらです。わーお。物がなくなりましたね。本当に物ないんですよ、この部屋実は。いろいろね、まあ、あっちに詰め込んだっていうのはあるんですけど、綺麗になりました。はい。カーテンレールにあった洗濯物も、段ボールとかもありません。はい。でもね、課題が分かりました、僕。ここら辺にね、いろいろと、カメラや、ね、ドローンとか、まあ、書類とか、パソコンなんか、こういうのを置くね。まあ、デスクもないわけですよ。まあ、こう掃除用具入れとかね。やっぱここら辺の整理整頓とかなんか、ここら辺に棚一つは必要だなって思いました。棚か机か。そうなんです、僕。今ですね、部屋に机がないんですよ。机もない。棚もない。ベッドもない。もう今、布団ですから。ちょっとこれは、買わなきゃいけないですね。家具とかも。まあそういうのもちょっと統一感を出してね。まあ今こんな感じのカーテンですけど、カーテンとかもちょっと変えたりして、まあ統一感を出してモテ部屋にしていく。そういうことをしていきたいですね。はい。まあなんで、次回、モテ部屋への道、第2話は、部屋の統一感を決める、ですね。ちょっといろいろカタログとかを見て、この部屋を目指すぞっていうのを、決めていきたいですね。はい。で、なんかいろいろと、まあ、小物とかもね、あるんで、置きたい小物とか。そういう今、持ってるものを活かした
部屋にしていくっていうことで、第1話お部屋をきれいにする終了です。はい、ありがとうございます。あとね、なんかモテ部屋にはこれ必要だろうみたいなのがあればコメントでお願いします。それもね、できる限り買って、まあ、皆さんの意見も取り入れつつ、あの島、今対馬に住んでるんですけど、僕対馬でモテ部屋を目指していく、まあちょっといい部屋にしていきたいと思います。はい、第1話でした。この動画がファンタスティックだなと思ったらグッドボタンを押します。それではバーッ。